MLB レッズツ2ドジャース、日本時間17日、ドジャースタジアム、ドジャースの大谷翔平選手は、日本時間17日、ボブルヘッドナイトの始球式に妻、マミコさんが投げる可能性があったことを明かしました。ドジャースの本拠地、ドジャースタジアムで行われたレッズ戦では、入場者得点として先着4万人に大谷選手のボブルヘッド人形が配布されました。 そんなボブルヘッドナイトの始球式の投手は大谷選手が選ぶことができたといいます。普段のボブルヘッドナイトでは選手がキャッチャーを務め、選手の奥さんなどが投げることが多いといい、投手、マミコさんが見られる可能性もありました。しかし実際に始球式を行ったのは、大谷選手のファンで心臓の病気を患った13歳のアルバート君。大谷選手は 球団からマミコさんを推薦されていたことを明かしました。その上で光栄なことですけど、本人と話して違う子にというか、野球好きな子供だったりとか、あんまり見に来られない病院の子だったりとか、そっちの方が良いんじゃないかなと、まみこさんと話し合って始球式をプレゼントすることに決めたと言います。そして、残念ながら負けてしまったんですけど、良い思い出になってくれたら嬉しいと。 アルバート君への思いを語りました。